はい、皆さんこんにちは。レクセニー講師の森山です。で、今回は令和4年度、私のクラスで一発合格した愛さんの方を招きしてですね、いろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では愛さんの方ですね、今回一発合格されたわけですけれども、まず司法書士をこの目指そうと思ったきっかけってありますか？ちょうど目指した頃が本当コロナになった時期で、はい、私の仕事自体、まあそう、世間全般的にもありますよ。私の仕事自体がとてもコロナ直撃するような業種で、まあ仕事が、まあほとんどお休みみたいな状態になったものですから、うん、で、行政書士は合格してたんですけど、そう、司法書士の、まあ、試験自体は、まあ、知ってたし、まあちょっと憧れもあったし、けどまあ難しい試験だっていうのも知ってたんですけど、まあコロナですごく時間が空いたってからっていうのも変なんですけど、まあ挑戦してみようかなっていう。あ、そう。はい。もうなくなってしまって、逆にこう時間があるから、じゃあこの憧れの司法書士を目指して勉強しようということですね。そうですね。はい。で、司法書士をこう目指そうと思ったときに、例えば独学でやろうかなとか、予備校を使おうかなって、予備校を使うにしてももうレックにしようかなっていろいろ迷ったと思うんですけれども、そのあたりレックを選んだ理由とかってあります？そう、まあそのいくつか予備校を調べたときに、うん、まあその合格者輩出が多いぞっていう感じのところ、はい。あと、やっぱ先生と相性がいいなと思ったところを。あ、そうですね。はい。選びました。お試し講座というか、デモ講義みたいなのを聞いてくれて、はい、何か相性が合うなって思ってくれたってことですね。なんかもう、語り口調が、うん、森山先生優しくて。うん、優しかったですか？優しかったですね。それでこれならついていけるぞって感じだったんですね。そうですね、分かりやすいし優しいし、なんか明確なビジョンがあるって感じで、はい、分かりました。やってみよう。それで、はい、選んでいただいて講義を始めたって形ですね。はい、普段講義って通信講座で受講してたと思うんですけれども、例えば1週間のうちいつ聞くとか、そういうの決めてました？一応そのウェブの講義の決まってる日、うん、もう配信の日で、ええ、土曜日に2コマずつ原則的に出るので、うん、まあ土曜日1コマ、日曜日1コマ、で、ここは絶対にやりましょうっていうふうにカレンダーにつけてありました。はい。あ、なるほど。通信講座の方だとだんだん講義を聞くのが遅れてしまって、直前期まだ聞いてますみたいな、まあそのようなあの相談がよくありますけれども、ちゃんと配信日に聞くって決めていて、スケジュールにも書いていたってことですね。そうですね、そのベーシック講座、通常の基礎講座のところですよね。ウェブ講義とか、あの到達チェックテストとか、記述ベースアップ講座とか、そういうレックからの宿題みたいなやつは、もう全部やる日を決めて、はい、まあ多少ずれることはあるんですけど、うん、まあ、この辺に絶対やるぞっていうのを、まあ、大枠で決めて、それは守るようにしました。なるほど。もうそれ全部スケジュールに書いて守るようにしたってことですね。はい。はい、ずれたことも多少ありますか？まあ、本当に多少あるんですけど、逆に、うん、到達チェックテストみたいなやつとか、まあ、記述ベースアップ講座とかは、本当はこのテスト勉強してからとか、もうちょっと記述式のひな形勉強してからとか、うん、思うよりも、まずこうやるっていうところを先にやることにしました。なるほど、まずはやってみるって形ですね。そうですね。だんだん難しいから後回しにしようかなって、そうなんです。はい。なくなっちゃいますからね。まずはしっかりスケジュール決めてやるってことですね。はい。実際に講義を受講し始めてくれたと思うんですけれども、で、講義中とかってどういうふうに聞いてました？その配信が土曜日にあって、土曜日のうちにもう聞くぞって形で、もうためないですぐ聞いたってことでしたけれども、講義中って例えばメモをしたりとかしてましたよね。で、そうですね、の方だとこう止めたりすることもできますけど、止めたりして書き込んだりはしてた感じですか？そうですね、止めて書き込んで、その条文とかも止めて引いてとかやってました。あ、じゃあ
3時間の講義何時間ぐらいかかって聞いた感じですか？何時間、まあでも3時間で終わらないですよね。 4時間ぐらいかか、まあ単元によりますけど、うん、4時間ぐらいはかかるかもしれないですね。あ、そうなんですね、はい、で、なるほど。じゃあそれ以上はかけないで4時間ぐらいで聞いて、そこでもうだから講義でやったことは全部書き込んで、この講義は OK だって状況にしたってことですね。そうですね。逆にウェブ講義だから何回も聞けていいっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、どう考えてもスケジュール的に無理、うん、無理ですね。そうですね。それやると1回しか聞くのが大事ですね。はい、はい、まあ、2回目3回目聞くとすれば、よく合格者の方でいるのが家事をしながら聞き流したって方は結構多いですけどね。同じ講義をこう机の前で何回も聞くっていうよりは、やっぱり1回4時間かかってもしっかり聞くっていうのが愛さんのこのやり方だったということですね。そうですね。でそれ1週間かけて復習した感じですね。復習自体はその日にやるんですけど、はい、あと何されてました？じゃあ残りの1週間は最初の頃は、最初は、憲法、最初の単元、私の場合は憲法、民法って進んでったんですけど、うん、だからその憲法とか民法とかのあたりは、平日は前の単元が薄いんで、うん、ちょっと復習のやることがちょっと薄いんですけど、だ憲法が終わって民法になったら、民法の時に憲法のことを少しずつ入れていくとか、ねえ、民法も真ん中ぐらい、物件ぐらいになったら、総則と、まあ、憲法はそんなに濃くないから、うん、まあ、総則あたりからこう、前のやったやつをこう入れていくとか、うん、で、だんだんこう、科目が増えていくと、その科目も増えていくっていう感じ。なるほど。もう直前期までほったらかしにしないで、その例えば1週間のうち半分ぐらいで復習できたら、残りはもう前の科目をやろうって形で思い出す。そうですね。はい。私もよく不動産登記あたりで、そろそろ民法も週1回やりましょうみたいな話をして。あ、そうですね。はい。うん。それを結構積極的にやってくれてたって形ですね。はい。そうやっぱり前の科目も忘れずに、こう、皿回しのように全部が、直前期でもそれなりに覚えている状態で突入できるかなって感じですね。そうですね、はい、で復習の時にそのブレイクスルーテキストとか携帯使用書士とか使ってくれていたと思うんですが、今日お持ちになってくれてると、はいはいはい、ちょっと見せてもらえますか。ブレイクスルーテキスト、はいはい、そこに書き込んであるのが、例えば講義の時にチェックしたりとか書き込んだりした情報ですね。そうですね、はい、書き込んだやつですね。私が言った内容とか、ここ大事だよってところをチェックしたり書き込んだりしてくれてたわけですね。そうです。はい。ありがとうございます。見せていただいて。はい。なかなかいい色でね、カラフルに塗ってありますね。で、付箋がついてますけど、その付箋は何か意味があるんですか？これはよく戻るとこですね。何回も。うん、過去問とかやってて、何回もここ戻るなっていうところに伏せがっております。あ、いつでも簡単に戻れるように。はい。はい。やっぱりその、いつも戻る箇所っていうのはあったわけですね。ここが覚えてないとか、ここ大事だとか。そうです。表になってまとまってるとことか、うん、そうです。この指定相続部とか結構、なんか、うん、うん、やっぱ自分の中でここ戻るなっていうところあります。わかりました。で、あと復習で携帯使用書士も使ってくれてたってことなんですけど、そちらも使ってくれていて、今日は3冊だけ持ってきましたけど、あ、なんかいいカバーがついてますね。はい、これ自分で作ったカバーで、自分で、何で作ったんですか？これ汚れてもすぐ汚れが取れる布を買ってきて作りました、はい、あ、ぴったりですね、大きさもぴったり、じゃぴったりに作りました。そうなんですね。なんか綺麗に使って、こう愛着を持って使ってくれてる感じがしますね。そうですね。はい。大事に使ってくれるタイプなんですね。そうです。ありがとうございます。で、それ、一番使った携帯使用書士はどれですか？一番使ったのは、うん、不動産登記法のひな型集ですね。あ、そうなんですね。ひな型はやっぱり覚えようっていう感じで何回も見た、やったって感じですかね。不動産登記の方が先に勉強が進むので、はい、それの具合もあるんですけど、うん、また商業登記法、うん、まあ、こっちの方が勉強が後にやってくるんで、はいはい、そういうちょっと日数的な問題もあるんですけど。あ、なるほど。
まあ、とにかくあれですね、記述の方結構中心にやっぱりひな型覚えようって感じでやったわけですね。そうですね。あ、もちろん卓一の方もやってたわけですよね。卓一の方はあのウェブ講義と一緒にやってた、うん、プラス記述式が始まったら、うん、記述は毎日何かしらやろうっていう、あ、なるほど、ことにしてたので、はい、あ、それまで記述の方がやっぱり回数が多かったってことですか、ね、そうですね。ちょっと中身を見せてもらえますか。書いてなんぼかなっていうのは、あ、なるほど、はい、いいですね。なんかチェックしてあるだけじゃなくていろいろ貼り付けてありますね、付箋で。これは、商業登記法の、はい、なんかいろんなもの見えてます。商業登記法の記述式で、ええ、商業登記法の記述式ができない自信があったので、うん、できない自信があったブレイクスルーに書いてあるひな型モデルをここにもう一回、うん、あ、なるほど、書いて、うん、こういうふうに解くんだったなっていうのを、あ、毎回、まあ、毎回も見ないですけど、うん、忘れた時にはそうだったなっていう、あ、なるほど、チェックでした。その携帯使用書を見れば手続きのモデルとか解法なども分かるように全部こう情報を一元化してそれを繰り返したって形ですかね、はい、ありがとうございます。なんか他にも教材持ってきてくれたんですね、私の書いた本とか。あ、これは森山先生3部作ですけど、はい、ちょっと3部作じゃ紹介してもらえますか解法テクニックの50と50、はい、これは勉強メソッドの55。はい、55。はい。これが、暗記の力技100ですね。はい、ありがとうございます。それぞれ、どういうふうに使ったとかってあります？暗記の力技と、まあ、結構、隙間時間に読んでたっていうのはあります。語呂合わせとか載ってる本ですよね。はい、そうです。うん、それを隙間時間で普段の暗記を助けようって形で読んでいた感じですかね。そうですね、はい、で次が勉強メソッドですね、はい、メソッドですね、はい、これは結構勉強の進め方に悩んだときは よく読んでましたね。 ありがとうございます。はい、なんかいろいろ取り入れてくれたりしたんですか、勉強法。結構取り入れてます、うん、そうですか。あの1日の中でいろんな科目やるとか。そうです。このブレイクスルーに、ブレイクスルーで管理しましょうとか。ああ、なるほど。はい。書いてありますね。ブレイクスルーの目次のところに書いてあります、私。ああ、目次で学習しましょうって話です、ね。ああ、そうです、そうです、はい。そうするとどこまでやったかとか全体像が分かるって話ですよね。はい。はい、ありがとうございます。で、あと、テクニックの本なんかも読んでいただいて、そのケアレスミスをなくそうみたいな感じでやっていただいた感じですかね。はい、結構。そうですね。丸、正しいものを選びなさいには丸をつけて、うん、誤ったものを選びなさいには×をつけましょうっていうのが一番。ああ、それケアです、ね、すごく役立ちました。ありがとうございます。はい、やっぱりそのね、いや、力を出し切るのが大事ですから、きちんとテクニックも、まあ、姑息のようですけれども、ちゃんと使って、きちんと実力を出し切るってことが重要ですね。はい。はい、で、そんな感じで勉強を進めて、直前期とかって順調にいきました？直前期は、まあ、過去問、うん、そうですね、やっぱ過去問中心にやってましたけど、あ、過去問中心に。はい。はい、まあ、結構、その、模試で心も折れかかりますけど。ああ、そうなんですか。超えられました。諦めないって感じで。まあ、そこはあんま気にしないことにしました。あ、逆に成績は気にしないって感じなんですかね。成績は全く見なくて、うん、見ないって、はい、その何点でしたよとか、うん、何判定でしたよっていうのは一切見てなくて、実は、あ、そうなんですね。大体何どの科目でいくつ落としてるかっていうところを見て反省したっていう感じ、うん、自分の中で目標を決めてここ達成してないじゃんとか、ここ覚えてないじゃんってところをきちんと弱点をあぶり出したりとかの方に使って、ね、そうですね。なるほど、分かりました。で、そのような形で直前期やって、で、過去問なんかも直前期に集中して取り組んだ感じですか？はい、やってました。はい。
メソッドの方には年度別で直前期やるといいよっていうふうに書いてあったと思うんですけど、年度別にやった感じですか？はい、年度別にやれば、まあ、全教科1日で回せるんでやってましたね。はい、あ、そうですね。いい形ですね。年度別にやると模擬テストの代わりにもなるし、もう過去問スパッとこう進めることができますから、よかったと思います。はい。はい、本試験どうでした？本試験は、大体時間配分はうまくはいったんですけど、はい。商業登記法がちょっと予想せぬ持ち分解釈が出てきたんで、そこでちょっとまた心が折れかかったんですけど。それも乗り越えられましたか？でもまあ、何かもう書くしかないなっていう、知ってる情報全部書いてきたっていう感じですけど。ああ、なるほど。それ大事ですよね。どんな難しい問題が出てもみんな難しいので、諦めないでやっぱり書き切るってことが重要ですね。それをやってくれたってことですね。はい。はい。ありがとうございます。で、最後に、私のクラスではホームルームっていうのがありましたけれども、参加していただけました？あ、はい。ほとんど参加はしてたんです。はい。あ、そうなんですね。はい。なんか参考になったりしました？ペースメーカーになったりとか。そうですね。まあ、ずっと、まあ、勝手にこう、一方通行で、いつもはウェブ講座を聞いてるんで、あ、他にも聞いてる人いるんだっていう当たり前なんですけど。ちょっと連帯感ができますよね。なんかみんな、受講生同士でもチャットしたりとかしてましたし、うん、よかったと思います。ありがとうございます。で、最後にこれから司法書士を目指すから、この難しい試験を目指そうって言って、今悩んでる方とかも見てると思うんですけれども、何かアドバイスは、それからそういうのがあればお願いします。そうですね。メッセージが。ずっとその、勉強中に、まあ、いくつかこう、自分をこう鼓舞するためにいくつか言葉あったんですけど、はい、このなせばなる、なさねばならぬ何事もっていう言葉で、まあもうやらなきゃ、始めなきゃやれないし、うん、まあやればできるよっていう、ずっとこう自分で自分をこう励ましてた。ですけど、皆さんにもその言葉で自分をこう励ましながら頑張ってほしいなと思いますけど。ありがとうございます。やっぱりこう難しい試験ですけど、やんなきゃ受かんないですからね。そうですね、うん、やっぱり勉強すれば受かる試験なので、しっかり勉強してね、受かってほしいってことですね。はい。愛さんの方もなかなか大変なね、ところもあったと思いますけれども、よく乗り越えてね、1回で受かっていただいて私も嬉しいです。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。